それすっごくいいことだと思うぞ。河辺さんが誠実な人だってことだから。ありがとう、本当にありがとう。これやっぱり僕をちゃんと理解してくれてるな。幸い今はアルハイゼンもいないからな。出なければまた嫌味を言われていたところだ。河辺さんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんの話をするよな。もう毎度のことだからね、諦めたよ。何を言ってる。アルハイゼンはもういるじゃないか。いるってどこにだい。どうして教えてくれなかったんだ。いる、みんなの心の中に。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる前に言われなくてよかったぜ。じゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもな。